地上部を支えている。B 多数の混毛が生じている。根の先端部。C 仏の座の根、ね。多数の側根が生じている。根は、早く木と共に、いかんた植物の体を構成する器官の一つである。普通地中にあって植物体を気質に固定し、地上部を支えるとともに、水や無機養分を吸収する役割を担っている。根は、先端成長を行い、 それを司る根端分裂組織は根幹と呼ばれる保護構造で覆われている。根は外側から表皮、皮層、中心柱からなり、先端付近の表皮からは根毛と呼ばれる細長い突起が生じ、吸水面積を広げ根を土壌に密着させる。中心柱内には吸収した水や無機栄養分を、 茎や葉に運ぶ木部と葉からの光合成産物が通る支部が放射状に配置しており中心柱は外部との物質連絡を調節する内皮で囲まれている。多くのイカンタバ植物では内部で形成された新たな根が外側を突き破って伸びることで内生的に速報分子するが日陰のカズラ植物では外生的に二股分子する。 肺の時期に形成された陽根に由来する根を低根、二次的に茎から生じたものなどそれ以外の根を不定根と呼ぶ。肝と植物では茎と同様に根もいかんたば形成層による二次成長を行う。根は普通地中にあるが、地上部にあって、呼吸や指示、付着、光合成など特殊な機能を担っていることがある。 根は普通菌根菌と共生して菌根を形成しており、松茸やトリュフは菌根菌の例である。窒素固定を行う細菌が根に共生している例もある。また、寄生植物は根を使って他の植物に寄生している。根の中には食用や薬用とされるものがある。蒸気のように根は基本的に遺タバ植物の器官を意味するが、 苔植物や藻類、固着動物など、他の生物群が持つ、類似の構造を便宜的に根と呼ぶこともある。以下では、イカンタバ植物の器官である根について解説する。イカンタバ植物の生活観において、主要な世代である、胞子体は、茎と葉を呼び、根、ね、からなる。例外的に、松原類や小一洋蘭、鬼の絵柄など、 金根金に大きく依存している植物、山椒も俗や、ミジンコウキクサなど一部の不水植物、エアープランツである、サルオガセモドキなどは少なくとも成熟した状態では、根を持たない。一英根端の重断面。一イコール根端分裂組織。二、三イコール根幹。四イコール剥離した根幹。細胞。五イコール前形成層。根は、 普通細長い軸状の構造であり、先端成長する。根の先端部分は、根端と呼ばれる。根端の中には、根端分裂組織と呼ばれる分裂組織が存在し、活発な細胞分裂を行っている。茎の周都腸分裂組織とは異なり、根端分裂組織の先端側は、根幹と呼ばれる、多細胞層の柔ら組織によって覆われている。 根端分裂組織は先端側に根幹を基部側に新たな根の組織を作り出して成長していく。根は土壌中を伸びていくため先端表面にある根幹の細胞は次第に剥がれ落ちていくが根端分裂組織によって内側から順次新たな根幹細胞が供給され根幹には一定量の細胞が維持されている根幹の細胞は 虫ゲルを分泌し、根端を保護するとともに根を伸長しやすくする。根は普通性の重力屈性を示すが、根間中央基部付近の細胞内でアミロプラストが沈降することが重力方向の感知に関わっていると考えられている。根端分裂組織からは、基部側へも新たな細胞が付化され、これが拡大伸長し、それに伴い組織分化していくことで、 根が伸長していく。根端分裂組織から基部側へ作られた組織は、外側から全表皮、基本分裂組織、前形成層と呼ばれ、これがそれぞれ表皮、皮層中心柱へと分化する。構成する細胞の状態に応じて、根は先端側から大まかに分裂体、伸長体、成熟体に分けられる。根端分裂組織を含む部分が、 分裂体であり、細胞数が増加していく。普通根端から数ミリメートルのところが、身長体であり、細胞が、拡大伸長している。根の身長はこの部分で最も活発であり、細胞は時に10倍以上に伸長する。細胞はこの部分で分化し始め、やがて成熟体において、細胞分化が完了する。2R る小部族の根の横断面。 災害部が表皮で覆われ、中央には内皮で囲まれた中心柱がある。悲層には多数の感激が見られる。ニビット、塩出属の根の横断面。災害層に表皮があり、中心柱は細胞壁が飛行した内皮で囲まれている。木部は多元形、中央には大きな髄がある。西金宝下属の根の横断面。木部は三原型。根は、 基本的に外側から表皮、皮層、中心柱からなる。ただし活発な二次成長を行った根では、ほとんどが二次岩束からなり、表面は周皮で覆われている。根の表面は、普通一層の細胞からなる表皮によって囲まれている。地上部のシュートとは異なり、地中の根の表皮では、口暗層があまり発達しておらず、また気候も存在しない。 目の表皮は根端分裂組織からやや離れたところで根毛を形成する。白いヌナズナなどでは不等分裂によって形成された小型の根毛形成細胞が伸長して根毛となる。根毛は直径10メートルほどであり、普通短命であるが半年以上残存するものもある。 根毛の存在は土壌粒子との密着や吸水する目の表面積の増大に寄与すると考えられている。表皮の内側には皮層が存在する。皮層は主に重細胞からなり、澱粉などの養分貯蔵に重要な役割を果たすことがある。また目の皮層には大きな細胞間隙が存在することが多く、目の呼吸におけるガス交換に有用であると。 考えられている。皮層の最外層にある一数層は、下側と呼ばれる。下側は時に滑りにやリグニンを沈着して、細胞壁が厚化し、またカスパリー線が存在することがあり、このような下側は、外皮と呼ばれる。外皮は、剥がれ落ちた表皮に代わって、根の保護構造となる。一方、皮層の最内層には、一層の細胞層からなる。 内皮が存在する。内皮にはカスパリー線が存在し、中心柱への物質の出入りを調節している。古くなった内皮ではしばしばほとんどの細胞壁が、目下し、飛行していない一部の内皮細胞を通して通水する。内皮より内側の部分は中心柱と呼ばれ、主にイカンタバからなる。中心柱の周焉部には一通層の。 重細胞からなる内さやがあり、新たな側根は普通ここから生じる。中心柱は、放射中心柱であり、中央に位置する木部は、横断面で放射状に突出部を持ち、腕の間に支部が位置する。木部の中心が髄になり、木部の腕がそれぞれ独立していることもある。木部は普通外原型であるが、日陰のか植物の根では、木部は、 内原型である。中心柱における木部の突出部の数は、同一個体内でも変化することがあるが、普通種によって、ほぼ一定である。根の木部は、原生木部の数に応じて二原型、三原型、四原型、五原型と呼ばれ、また六個以上の場合は多原型と呼ばれる。水ニラ属の根の中心柱は得意であり、一原型である。 3A 柳の根の側根身長部横断面。側根は中心柱から内製的に生じ、皮層や表皮を突き破って伸長する。D イコール内皮。右下スケールバーは 0.2mm3 ビット日陰のカズラ。茎から生じた根は二股分子している。根は普通根端から比較的離れた場所で側根を形成して側方分子する。 根の内部の中心柱の災害層にあるうち鞘から、新たな側根の元気が生じ、これが、皮層や表皮を突き破って伸長する。すなわち根の分子は、内性的であり、茎の分子が、外性的であるのとは、対照的である。根はしばしば分子を繰り返す。主となる根から生じた側根は一時側根、そこから生じた側根は二次側根のように順に呼ばれる。 ことがある速根は普通根の中心柱に対して特定の位置に由来し特に原生木部に面する部分から生じることが多いが他にも原生支部に面する部分や原生木部と原生支部の間から生じる例も知られているそのため速根は中列して生じることが多くその列数から中心柱の構造が推定できる 側根が2列である大根は2原形木部、側根が4列である人参は4原形木部、側根が5列であるサツマイモは5原形木部を持つ。蒸気のように根の分子は普通内性的であり、側方分子であるが、例外的に日陰のカズラ植物の根はその茎と、同様に根端分裂組織が2分することによって、二股また分子する。つまり日陰のカズラ植物の根の分子は、 外生的である。また、日陰のカズラ植物は、根の木部が内腹型である点でも他のイカンタバ植物とは異なっている。このように日陰のカズラ植物とそれ以外のイカンタバ植物の根は大きく異なる特徴を示し、一般的にこれらの根は異なる起源を持つものと考えられている。ただし、日陰のカズラ植物の根も、根幹や根毛を持つや茎から、 内生発生する点では、信用植物の根と共通している。ある植物において地下部、または根全体、あるいは1個の根とそこから生じている根を合わせたものは、根系と呼ばれる。地下部全体とする場合、根系は根とともに地下系なども含む。この場合、イカンタバ植物の植物体は、地上部の周都系と地下部の根系からなる。 太さに応じて、根を太根と細根に類別することがある。樹木では、一部の根が太く肥大し、それに細い根を交えている。一方、稲科の草本などでは、すべての根が肥大せず同様な、太さになっている。このような中で、太く肥大した根を太根、太根を、主とする、根系は太根型根系と呼ぶことがある。一方、細いままである根を細根、細根を、主とする、 根系は細根型根系と呼ぶことがある。4A 主根型根系4ビットヒゲ根型根形。4C 茎の節から生じた不定根。遺かんた植物において根は肺の段階で陽根として形成される。これが成長して一時根となり、発達したものは主根になる。主根からは側根が生じる。このように陽根に由来する根、および、 そこから生じた根を低根と呼ぶ。低根からなる根系は一次根系と呼ばれ、また主根型根系とも呼ばれる。低根に対して、陽根以外に由来する根は不定根と呼ばれる。不定根は、普通系の遺憾束周辺から内生的に生じるが、稀に外生的に生じる例も知られている。不定根は、茎の節から生じることが多く、このような根は節根とも呼ばれる。 そのため、木には普通節を残した茎が用いられる。また低根と同様、不定根も、側根を生じて、側方分子する。シダ植物や単子葉植物では、普通ほとんどの根が、不定根からなる。このような根系は二次根系または不定根系と呼ばれる。また多数まとまって生じている一様な不定根は、ゲ根と呼ばれ、ヒゲ根からなる。 根系はヒゲ根型根系と呼ばれる。出植物において、種子から生じる根は、種子根と呼ばれる。種子根は普通葉根であるが、すでに葉根から側根が生じている例もある。また、稲科などでは、肺軸から生じた不定根が、種子根となることもある。5A 末属の根の横断面。中央に、3ほどは二次木部からなり、その周囲は二次支部と秘相、悲壮。 終焉部はコルク組織で覆われている。ゴビット、ならの根の横断面。大部分は放射組織を含む二次目部からなり、終焉部はコルク組織で覆われている。上記のように、根は超短分裂組織である根短分裂組織における細胞分裂とそれに続く細胞の拡大伸長によって成長する。この成長は一時成長と呼ばれ、基本的に 長さを増す成長である。一方、一次成長が、ほぼ完了した部位において新たな分裂組織が生じることがあり、これによる成長は二次成長と呼ばれる。二次成長は、基本的に、太さを増す成長であり、これを司る分裂組織は、側部分裂組織である。側部分裂組織には、イカンタバ形成層やコルク形成層がある。 単子葉植物などを除き、多くの種子植物の根は二次成長を行う。一次木部と一次支部の間に、異関多摩建成層が作られ、内側に二次木部を、外側に二次支部を形成していく。根は普通放射中心柱を持つため、異関多摩建成層の横断面は最初は正常だが、二次成長によって、やがて円形になる。木本植物の根では、 茎と同様に二次目部は主に仮導管や導管要素、キベ繊維などを目下した細胞からなるが、サツマイモなどの根では多量の重細胞が形成される。茎の二次成長と同様活発な二次成長によって直径が増すと、表皮、さらに皮層は避けて剥がれることがある。この際には、 皮層や内さやなどに一層の細胞からなる側部、分裂組織であるコルク形成層が形成される。コルク形成層は外側にコルク組織、内側にコルク皮層を形成し、これらは合わせて中華和と呼ばれる。コルク組織の細胞は、原形質を欠き、細胞壁に滑りん、時にリグニンが沈着して、根の表面を保護している。根は普通地中にあり、 水や、そこに含まれる、窒素塩やカリウム、カルシウム、リン酸などの無機養分を吸収し、イカンタバの木部を通して植物体全体に送る。根は分子することで表面積を広げ、このような水や無機養分を吸収している。ライム麦の場合、根の表面積は、地上部のシュート系の表面積の40倍に達すると、試算されている。根は、 効率的な無機栄養吸収のための応答を示し、例えば硝酸塩が多い場所では根はよく分子し、またその細胞は効率よく硝酸塩を吸収できるような遺伝子発現を行う。根毛や菌根菌の存在は根の表面積を広げ根の吸収効率を高めている。土壌粒子は普通腑に帯電しているため硝酸、リン酸、硫酸などの影イオンは 土壌粒子には結合しない。そのためこれらの無機栄養は容易に土壌溶液に溶脱し、根によって吸収される。一方、カリウム、カルシウム、マグネシウムなど非ンは土壌粒子に結合しており、容易には溶脱しない。根は呼吸によって土壌中に二酸化炭素を放出し、土壌溶液を酸性化する。その結果水素イオンが供給される。 この水素イオンが土壌粒子を中和、結合していたヒイオンが土壌溶液に溶脱し、根が吸収する。この過程は非イオン交換と呼ばれる。根の表面で吸収された無機養分を含む水溶液は細胞壁内や細胞間隙など原型室外の通路や原型室を通る通路を通って遺憾束の木部へ輸送される。根では、 イカンタ束は内皮に囲まれているため、吸収された水溶液が木部に輸送される際には必ず内皮を通る。内皮細胞同士の接着部には、素水性物質であるスベリンが蓄積してカスパリー線が形成され、さらに細胞膜がカスパリー線に密着している。そのため、アポプラスと経路で輸送されてきた水溶液も内皮では、 細胞壁を通ることはできず、必ず内皮細胞の原型質を通らなければならない。内皮細胞は木部へ送られる物質の選別を行い、必要な物質を通し、不必要な物質は透過しない。また、内皮細胞は、中心柱から外側へ物質が逆流することを、防いでいる。さらに、皮層の災害層に、 カスパリー線を持つ外皮が形成されることもある。根は植物ホルモンであるサイトカイニンの主な生成場所であり、他にもオオキシンやジベレリン、ストリゴラクトンなどの植物ホルモンを生成する。サイトカイニンは細胞分裂を制御し、オオキシンは側根や不定根の形成を促進する。またオーキシンは高濃度では細胞身長を抑制するが、 この身長抑制が根の重力屈性に関わっていると考えられている。エチレンによって根や根毛形成が促進され、ブラシのステロイドは低濃度で根の成長促進、高濃度で根の成長阻害をする。ストリゴラクトンは筋根筋を根に誘引するが、ストリゴラクトンを感知して縮主の根に寄生する寄生植物も知られている。根は普通地中にあり、 植物体の固定と水、無機養分の吸収という機能を持つ。しかし地中部にあってもこれ以外の機能を持つ根も存在する。また地中ではなく地上に伸びて機能する根もある。さらに根はしばしば多生物と密接な共生関係を結んでいる。6A 菊化双本の普通根、6ビットブラックベリーの普通根、6ーキャッサバの開根、 6D さつまいもの開根、6E 大根のタニクコン。青首の部分は肺軸、6F 人参のタニクコン。6グラムビートのタニクコン。6H ヒアシンスの収縮ね。感情のシワが見える。地中にある根は、地中根と総称される。7A お昼着の呼吸ね。奥に、地中根も見られる。7ビット、沼すぎの呼吸ね。7C カトレアの吸水ね。 7ディークモランの同化ね。7イーカポックのバンコン。7エフタコの貴族のシチューネ、ね。7グラム、多数の気婚を垂らした、フィークスバイロ。7エチ気婚によって、他の木を覆うフィークスバーバタ。7アイワガラミの付着ね。7ジェイバニラの節からは、きヒゲになる気婚が生じている。7キロヘゴ族の茎を覆う保護ね。7リットル、クリオソフィラ族の粘り。 地上部にある根は、気根と総称される。地下系から生じるものや、地上系水中系から生じるものなどがある。8. 小浮草は、それぞれ一本の水中根を持つ。通常の状態として水中に伸びている根を、水中根という。このような根は、根幹や根合を欠いていることがある。水金梅は、水底を。 横層する根茎の背面から列状に生じて、水中に浮かんでいる根を持ち、特に、浮き根と呼ばれる。QR 金賞に覆われている、外星菌根。Q ビット、アーバスキュラー菌根は、外見的な特殊化は見られない。写真では、根から伸びる菌子と胞子が見られる。クリップ QCA 卵型金根菌のペロトン。B アーバスキュラー菌根菌の樹脂状態。 シーネの細胞の感激を占める、外筋根筋のハルティヒネット断面。QD ミヤコグサ族の根粒。QE 大ズ根粒内の根粒筋。透過型電子顕微鏡像。QF ヨーロッパハンノキのハンノキ型根粒。Q グラム南洋素鉄の産後状根。根は普通は地中にあり、多生物と密接な共生関係を築いている例が多い。 根は特に根幹や根毛を通じて有機物を土壌中に分泌、放出しており、根の周囲に得意な環境を形成している。このような環境は根圏と呼ばれ、様々な微生物が植物と共生関係を結んで生育している。また、柿のように、ほとんどの遺タバ植物は根において菌類と直接的に共生して菌根を形成しており、 さらに窒素固定を行う生物と共生して得意な構造を形成している例もある。10R 宿りギ、宿主の支部内を横走する不定根が宿主の木部へ側根を伸ばし、また不定目をつける。10ビット。上が根ナしカズラ。下が宿主であるアマ。寄生根の木部が宿主の木部とつながっている。共生の一形態として寄生がある。 他の植物に寄生し用分を奪う植物は寄生植物と呼ばれ自ら光合成を行いながら宿主からも栄養分を奪う半寄生植物と光合成能を欠き有機物も含めた栄養分を宿主から奪う全寄生植物がある。寄生植物は栄養分を吸収するために宿主に吸気を付着させているが 寄生植物における球気は特殊化した根であり、この根は寄生根とも呼ばれる。寄生根では、しばしば寄生植物と宿主のイカンタバがつながっている。寄生根は、以下のようにいくつかのタイプに類別されることがある。11A 天才の根は、砂糖の原料とされる。11ビット、サツマイモの根。11湿気薬とされる、現地穴の根。 11D き薬とされるお種人参の根。根菜と呼ばれる野菜の中には、里芋、玉ねぎ、レンコン、ジャガイモなど実際には、根ではなく茎に由来するものも多い。根を食用として利用するものとしては、大根やカブ、ハツカダイホースラディッシュ、ルタバガ、マカ、キャッサバ、クズ、ほどいも、ビート、天才さつまいも、人参、パースニップ、ごぼう、森あざみ、 サルシファイ、ヤーコンなどがある。一方、薬用とされる根もあり、天台油薬、蛇の髭、鳥かぶと、咲島ボタンズル、釈薬、ボタン、木花王儀、肝臓、クララ、糸姫萩、セネガ、オーカラスウリ、ひなたいの小槌、鶴毒ダミ、トコン、現地穴。トウリンドウ、インドジャボク、紫、黄金花、ベラドンナ、 走りどころ、お種人参三島最古、のだけ、陶器、陶助暴風、鎧草、気境、かのこそおみないし、木工の根が利用される。また、赤根や紫の根は、古くから染料として用いられてきた。十一イシロツメクサ、十一エフアンコール遺跡に生えた、テトラメリーズヌーディフローラ、蒸気のように、豆化植物の多くは根において、 窒素固定細菌と共生して根粒を形成している。そのため、工作地に豆科植物を栽培し、窒素栄養分などを土地に供給する緑費として利用することがある。豆科植物の利用は、18世紀の農業革命において重要な役割を演じた。根は地中を伸長し、また肥大成長することで母岩などを破壊し、このような働きは、 土壌形成に重要な役割を果たしている。このような働きにより、舗装道路など人工構造が破壊されることもある。また根の成長によって、アンコール遺跡などの遺跡が被害を受けることもある。ありがとうございます。